新生国母ホークスにとっては補強第一号。ウォーカーの背番号は28に決まり、国母弘樹新監督は非常に期待できますよねと胸を躍らせた。指揮官は性格もすごく真面目でハングリーさもあると人柄についても高評価。指揮官が重視するグラウンドでの振る舞いなど美意識を持ち合わせた助っ人で、あらゆる面で補強ポイントに合致する。くそー、ウォーカーの美意識って何？美意識が補強ポイントって初めて聞いたわ。パワーワードすぎるだろ。ふわー、美しい球団。何言ってんだこいつ、意味不明だわ。美意識が補強ポイントなのに山川穂高を補強しようとしてのなぜなぜ。国母ってもしかして立浪に対抗できる逸材か。山川も美意識を持ってるんかな。就任早々ビューティー全開案。国母はほとんど見てないけど獲得したらしい。ほとんどプレーは見てないんですけど、性格的にもすごい真面目でハングリーさもあって。立浪ですらビデオは見るのに。山川が入団した場合どう擁護するんやろな。ここに来てまさかの立浪新庄のハイブリッド型監督が登場するとはね。すごいな、アクセル踏みすぎやろ就任早々。ビューティー国母、美しい監督。ビューティー国母は長くて打ちにくいからダメ。うん、これは美しい監督。こいつもしかして立浪の生まれ変わりか。立浪はビデオ見て独断で決めるんだが、見ないやつと一緒にしてほしくないんだが。あのドレッドヘアに美意識感じちゃう。兄桃の本が来たやん。一緒に戦った記憶が蘇ったんやろ。ウォーカーって人は化粧でもしてんの。あの立浪見つかる。新庄ってもう完全にパでも負けてるやん。そもそも今年はずっと藤本に負けてた。立浪はちゃんとビデオ見るぞ。基本なんでも自分で決めたがるタイプだからな。他の人の意見は聞かない。美意識あったか。国母真面目でハングリーさがある。なんでこれだけで美意識美意識騒ぐにゃ。美意識というか要は意識、意識が高いってことだろ。守備も下手なりに学ぼうとする意識はあるし。それは上昇志向とかハングリー精神やん。美意識やで。一応国母は美しい生き方してきたからな。美意識は大事にしてる。おい見てるか立浪、お前を超える逸材がここにいるのだ。あのダサい服着て美しくないとか言ってバラ投げつけてきそう。プレーを見たことないけど美しいらしい。くさー、見てないけど美意識が高いとはエスパーなのか。さっぱり意味がわからん。今年はブティホク頑張りすぎやろ。ウォーカーには美があるから。山川は美意識あるんか。また美意識補強してしまったのか。また美しくなってしまった。ドレッド管理するの大変やからな。本格的にお笑い球団の線行くのか。これで順位も最下位ならもっと美しいわね。北のビッグボス、西の美意識、中の立浪、中地区が少し優勢か。おい見てるか新庄、お前を超える逸材がここにいるのだ。それも二人も同時にだ。このオフ中日より面白い。真面目美しい、ハングリー美しい。プレーより美意識なのはしゃあない。立浪がプレーはどうでもええのを証明してしまったからな。こいつが WBC の監督やってたという事実。ビューティー国母、国母やばそうじゃね。なんかビューティーポイント爆上げや。新庄とかいう偽物が追い込まれていくの。くさ、パリーグの立浪和義こと新庄さんはプレミアのこともあるし、これで再開やらかしたら伝説の無能扱いされそう。史上最低監督更新か。戦う顔以外に面白い能力きたな。あれだけ無双してた球団が3年で高級チニドラ呼ばわりされるとはな。それでもお前らがいつまで経ってもたどり着けない A クラスが毎年計算できる球団なんやけどな。来年は美意識で煽られるのか。便器は美しい方がええもんな。同時期に野球界を代表する名選手だった2人がこれか。まずは柳田の美しくないヘアスタイルどうにかしてな。いかにも美意識なさそうなアグーはどうすんの。山川獲得して美しい球団にするのは相当難易度高いやろな。アモスでベストドレッサーコンテスト完全制覇するより厳しいぞ。来年の今頃はおろか夏前にはソフトバンクファンの断末魔が聞こえてきそう。藤本の方がマシやったとか言ってそう。ところで山川穂高さんはどこか美しいポイントある。山川は字が美しいからセーフ。美意識ね、開拓や聖捕手外れたな。化粧を義務化しろ。リュティ国母、国母って昔からこんななの。叩かれすぎて壊れたの。リューティー国母好き。ウォーカーが真面目なのはガチやぞ。守備悪いの自覚して帰国せず秋季キャンプ参加させてくれって言い出すくらいには真面目。チームの雰囲気悪いと変なこと侵入受けてそっちに走ってく危険性があるけど。パリーグにもついに面白い男が来たな。北の偽物とは違うわ。立浪見てるか、お前も終わりや。ひょっとして国母やべえやつか。高級チュニドラビューティポイント、
山川は達筆決まりですね。山川の字は美しいからな。ビューティー小久保にドンピシャや。うん、これはビューティー。山川は字だけでビティポカンストやろ。まあ小久保が言いたいのは人に自慢できる生き方をしろ、後ろめたいことはするなってことや。まあ言ってることはごもっともだけどね。誰が言うかは重要だわ。ウォーカーの守備に美意識を感じるってマジ。ビューティー小久保のファッションチェックは見たい。野球って結局は強さより花なんよな。今のホークス花がある選手皆無やからな。柳町が高橋由伸みたいになれば美意識ポイント爆上げなのに。小久保にポジティブなワードの語彙が美意識しかないから笑えるだけで言ってること自体は今のとこまだまともやろ。選手の私服を小久保のセンスで勝手にコーディネートするくらいしないと立浪に並んだとは言えねえわ。2年連続再開でも健常とかありえないこと言われるんだから、新庄は矢野立浪小久保に感謝すべきやろ。これは福岡ビューティーホークス。あかん、強すぎるわ。ソフバン中日でも太刀打ちできん。これじゃあ新庄が真面目にやってただ失敗してるだけの無能みたいやん。小久保もキャラ付けに必死やな。そんなんじゃ立浪どころか新庄にも勝てんぞ。マジでビューティーなの笑う。選手時代はビューティーなホームラン打ってたけど、立浪を超えし者が出てくると思わせてまた立浪画角の違いを見せてきそう。立浪より面白いのは NG やろ。立浪クラスが来るとはな。あの矢野監督を初コーチとして選んだ名監督を信じろ。小久保ジャパン、西、矢野、立浪の3子が入閣へ、世界一奪還へ若返り。無能ばっかやん。小久保、矢野、立浪、西とかいうメンツで WBC 戦ってたのくさ。ビューティーな野球がしたいからしょうがないよね。小久保の私服ウォーカーに見てほしい。やっぱ面白くて美しい監督じゃないとね。ここまでプライド高いやつに上昇チームの監督務まるんやろうか。ひょっとしてヒゲより面白い人なのでは。タッツ、素晴らしい監督。コック、美しい監督。秘宝、新庄さん、来年もキャラで負けそう。小久保はあんな顔してファッションに自信に気やから、ドルガバのコート着てバックスクリーンから伸びた特設ラーメンをカッポや。小久保って米は食わせてくれそうだが、食べ方にはうるさそうだよな。セリーグの立浪、パリーグの小久保、来年また面白いな。ウォーカーイケメンやから福岡で韓国人に飽きた商売女に狙われんか心配や。何が厄介って、小久保って先生要素あるんだよな。お前らに俺が生き様教えてやるよみたいな。打撃教え出したら最強や。ベンチの態度で干されるやつが出てきそうで楽しみ。小久保から立浪とは違うヤバさが漂うわ。新庄とかいう偽物が毎年濃いメンツを呼び寄せてるわ。新庄ってドラフト会議でも一人だけ作り物の顔してたもんな。天然物の立浪やビューティーにはかなわんよ。寝るときは全裸で寝てそう小久保。令和の米騒動を超える事件は向こう10年は起こらんと思ったけど、来年もひいき以外は楽しめそうやね。強くてコメントが面白いどんでんもおる。小久保は強い弱いどっちや。単純な強さ的な面白さじゃ藤本には勝てない程度じゃないかな。期待するほど負けないけど、あれほど劇的な負け方もしない感じになると思ってる。ただの健常者、新庄剛志、天然の美、小久保弘樹。小久保の美意識ってバカにされるけど、高橋や今井みたいなロン毛でいるよりはマシよね。新庄、封を開けない、ほぼ気づかれなかった。立浪、お下がりください。日曜のファンに高い服プレゼントするのも滑ってたな。何、美意識ってチュニドラに話題性対抗してるの。これでチュニドラのターンも敷居が高くなってきたな。レベルの高い争いいいぞ。選手たちもきっついやろ。小久保は早速新庄を潰してくるとか、ビューティー小久保言うのやん。新庄は試合真面目にやらんからな。矢野も立浪も試合だけは本気よ。小久保が期待してたやつが戦力外になって小久保がびっくりしてたり、トレードされてきたウォーカーを見てないとか言ったり、フロント指導がひどすぎね。普通監督と相談したり事前に話し通すだろ。美意識を検索する柳田。まあ人から後ろ指を刺されない堂々とした人間になれってことよ。だらしない着こなしでがむくちゃする姿を子供に見せられるかってことを言いたいんや。実際これであとはバウアー取れば優勝できるやろ。これで山川取ったらくさ。二軍監督経てあのプレミア無能采配ではなくなったって聞いたんやけど。なんか小久保から立浪匂いしてるよな。ビューティーは試合後コメントで量産しそうやな。言いたがりやし。これで試合でも面白いことすればガチで立浪と争えるぞ。しかしヒゲのじいさんから美のおっさんとは振り幅がすごいな。就任早々エンジン全開やからな。何これ、立浪監督に強力ライバル出現か。矢野、立浪、小久保とかいう三連戦やめろ。新庄さんが霞んでしまうやないか。カイとか茶髪のロン毛で汚いけど美ポイント平気。ガムもくちゃくちゃするし態度でかいし、ベンチやな。ベンチスタートになったらなったでふてくされた顔で常に態度でかいからな。
また変人が監督になったのか。ウォーカー真面目にめちゃくちゃ打つよ。打撃はメジャー級。肩だけやで。守備範囲は A からな。守備は小学生より下手だからな。ウォーカーにノイジーの肩があれば完璧なんやけどな。地味に走塁はええぞ。足速いし打つ方はそこそこやるんやから文句言うなよ。内野が介護すればいいだけやん。高橋で一人でよかったやろ。泉までつけてそれほどの選手かと思う。まあソフバンは嬉しくて仕方ないやろ。ウォーカー欲しすぎて独立漁ってたし。ソフトバンクが独立からホーキンス取ってきてあのざまや。ポランコがホームランを取れるリーグやし30本くらいは余裕で打つと思う。セリーグファンでパリーグは DH やってウォーカーは活躍見込めると思われとるやろうけど、なんと見事なことにホークスはリーグ1番の DH 激戦区やで。柳田中心に近藤と2人で回すからな。山川も来たら山川も DH 入る機会多くありそうやし、だからウォーカーは DH 枠ではホークス以外が良かったかもな。来年は一塁がかなりの競争になるのかな。中村明、正木、生見、井上、リチャード、野村大にコンバートで吉田健吾あたりもありえる。まあ山川来たらここら辺の選手全部ノーチャンスだけど。小久保のことやし、生見やリチャードや正木みたいな大砲候補は重用するやろうね。 DH 戦としては打撃どうなんって感じやけど、全盛期グラシアルくらいやってくれるならいいが。 DH に置くならかなりやるで、どんなに不調でもノイジーくらいは打つぞ。小久保がまともな監督なら守備につかせんやろ。てか普通にウォーカー守備つかせると思うで。守備練習のためにコーチにお願いするニュアンスで言ってたしな。さすがに柳田が DH 一番手だし、全盛期デスパイネぐらいホームラン打ってくれんと DH 戦はなれんで。ウォーカーセンターってありだと思うよ。足速いし。無理やろ。そこそこうまい柳町ですらセンターつかせたらヒゲから文句言われるんだから、さすがに厳しいやろ。ウォーカーは間違いなく活躍するわ。ホームラン王もあり得る。守備難さえなければ巨人も手放さんやろ。ポランコよりも打つからな。ウォーカーは近藤、柳田、ウォーカーと栗原が復活すれば間違いなく全球団1位の打線。そこに山川も入って小久保の美しい野球でオリックスボコボコにするぞ。